どうもこんにちは、しもベース俊二です。今日は冒険大陸アニャキングダム伝説のガーディアン編に登場しますライオンのライオスのビッグアニャを見ていきます。アニャキングダムの新シリーズ伝説のガーディアン編の放送、皆さんご覧になられました？僕3話まで見逃し配信で見たんだけど、まだライオスの姿は出てるんだけど、まだなんかこうバトルには参加してないっすね。海のガーディアン、シャラック。その後に火山のガーディアン、ベナージャが、登場して、ベナージャの動き、忍者のようなね、こうくるくるくるってこう回る動きとか、めちゃめちゃかっこよかったけど、レオニーとバトルするんだけど、なんかね、結果、なんかすごいいい感じになってたね。めちゃめちゃ可愛い。ベナージャめちゃめちゃ可愛かった。まだ放送見てないという方もいらっしゃると思うんで、アニャキングダムの公式サイトの見逃し配信の方でね、3話で、ベナージャ出てますんで、よかったらぜひね、見てくださいね。めっちゃ可愛いっすよ。今日見るライオスはね、まだバトル、参加してないっすよ。じーっと見てるだけと。はい、だからどんな感じの戦いになるのかとかね、わかんないっすよね。はい。で、フィギュアのサイズなんだけど、これね、通常の単品フィギュアよりも、大きい。単品フィギュア自体 AL シリーズのサイズだから大きかったんだけど、それよりもサイズはね、これ大きいですね。はい、もう剥き出しになってるからね、まあ、どれぐらいのサイズなのかとかね、お店で並んでるの見たらね、わかるんだけど、かっこいいです。で、くるっと回して、後ろはこんな感じですね。ガーディアン編あらすじ。ゴールの前に立ちはだかるのは最強のガーディアン、ライオス。果たして勝負に勝つのは誰か？いや、このシーン僕まだ見てないから、もしかしてもう放送されたのかな、第4話。ごめんなさい、僕ね、見逃し配信でいつも見てるから、まだこれやってないんですよ。わかんない。遊び方、背中にあるボタンを押すと頭が動くようになってて、あと足と尻尾が動くようになってるようですね。前にね、レオニーのビッグアニアがあったんだけど、もうそれとね、全く同じですね。今回色が違うだけでしょうね。はい。で、右が、要はライオス全力で迎えようと。いや、かっこいいよね。黒いライオン。しかもね、縦紙がまたかっこいいんだよな。グラフ、攻撃7、防御6、戦略7、特殊能力4、素早さ5と。グラフのところからはみ出てんのがね、2個もあるんですよ。もう最強でしょ。うん、このライオンに勝てるの生き物はいないんじゃない？特殊能力、王者の覇気。覇気使いが出てきましたね。アニャキングダムでも、ワンピースではね、覇気使いいてるけど、いや、すげえ。ライオスはですね、アニャキングダムで最強のガーディアン。無敵の強さを誇ると。アニキン TV、ライオンが百獣の王である理由は襲ってくる動物がいないから、ライオンのライバルはライオンだけなんだぜ。キングオブアニマルということで、まあ、ライオンのライバルはライオンということなんで、レオニーになると思うんだけど、これ以上言っちゃうと、ストーリーなんとなく分かっちゃうから言えないんすよね。まあ、でも、ライオンのライバルはライオンなんですねっていう、はい、もうこれ以上言えない。箱から取り出して見ていきます。チャンネル登録がまだの方は登録、よろしければ高評価の方もお願いします。最強のガーディアン、ライオンのライオスのビッグアニャのフィギュア。全長が約24センチで、高さが約12センチ。ルッタの憧れ、レオニーのこれ単品フィギュアを横に並べると、これぐらいのサイズとなってて、単品フィギュアのライオス、これね、AL シリーズなんで、レオニーよりもサイズが大きくなってましたね。はい、3体のフィギュア並べるとこんな感じとなってて、単品フィギュアと比べるとやっぱね、ビッグアニャは相当大きいサイズになってますよね。こちらビッグアニャのレオニー。はい、赤色の縦紙がめちゃめちゃかっこいい。で、背中のこのレバーを押すと、頭がこうね、上下に動くようになってて、今回のライオスと全く同じアクションですね。顔がね、迫力あって、かっこいいんですよね。で、これ口が開閉するようになってましたね。やっぱね、こう閉じた時と開けた時の表情は全然違うよね。はい、口閉じると上の牙がこう見えるようになってましたね。で、レオにはね、この額のところに傷があったんだけど、今回のライオスはね、傷のようなのはなかったから、やっぱね、無敵感はあるね。はい。で、この赤色の縦紙に黄色の、この柄がね、かっこよかった。燃え盛る炎のような、そんな縦紙にね、レオになってましたよね。で、このビッグアニア、足が動くようになってて、尻尾も、まあ、こんな感じで動くようになってましたね。ビッグアニアライオスの横にですね、並べるとですね、うん、形、サイズ、全く同じです。はい、もうこんな感じでですね、もう色がもう違うだけですよね。2体のライオン、どっちがかっこいいっすか？これはね、やっぱね、黒い方が、ちょっと強そうには見えるよね。で、このレオニーの額の傷がね、うん、個人的には好き。やっぱね、傷があるとね、かっこいいよね。うん、なんかちょっとやんちゃな感じもしていいよね。傷がないのもいいけど、うん、どうだろう。黒いライオンね、ちょっと怖いよね。前回ご紹介したビッグアニア、アイアンブレイズ。やべえ。これ体キラキラで、本当にかっこよかったよね。まあ、これもね、ダークフレームのビッグアニアと全く同じアクション、形でしたね。で、このアイアンブレイズと、はい、ライオスを並べると、まあ、これぐらいのサイズ感となってると。まあ、全長はあんま変わんないかな。ちょっとでも、アイアンブレイズの方が長いかな。はい、まあでも同じぐらいのサイズとなってて、やっぱね、単品フィギュアとは違って、そう、ビッグアニアはね、サイズが大きいから、ね、迫力ありますよね。こう手で持って遊ぶのも遊びやすいし、またね、こう飾ってもね、本当にかっこいいね。前から言ってるんだけどね、やっぱね、通常のアニアでも、このビッグアニア、ね、この辺なんかこのサイズのフィギュアね、出してほしいっていうか、これよりも、そう、もうワンサイズ大きい、ね、フィギュアなんかアニア出してほしいよね。ビッグアニアのレオニーをね、取りに行った時に、ちょうど近くにこの、ビッグアニア、シルバがいたんで、一緒に持ってきました。これね、すごいっすよ。顔がね、やばいっしょ。で、これね、後ろにこう持つところがあって、アクションがね、すごくて、はい、横にこうね、動かすと、なんと、ドラミングするっていう、かっけー、これなんか音なんないからね、こう、ポコ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 っていう、うん、ちょっと静かな、ね、音が鳴ってるけど、いやー、この動き、やばいっしょ。うん、なんか、うん、すごいよね。ちゃんとドラミングしてるもんね。で、これでね、なんかサウンドも鳴ったらやばかったけどね。うん、なんか鳴るようにしてほしかったよね。ビッグアニアシリーズのこのフィギュアとしては、このアクションが、ちょっと一番面白かったんじゃない？ビッグアニアライオス見ていきましょう。体の色は黒がベースですね。そして縦髪にはこう稲妻のような青色の柄が入ってて、で、足元、前足だけね、下がね、青くなってるんすよ。これが、ライオスの特徴でもありますよね。で、背中はね、青色になってて、こう、ラインのような感じではないんだけど、ね、背中全体がこう、ちょっと青くなってると。後ろから見るとこんな感じ。尻尾の先端がね、青くなってて、可愛いですよね。で、尻尾は上下に動くようになってますね。こんな感じですね。で、体はプラスチックなんだけど、尻尾はね、プラスチックではないんですよ。ちょっとゴムっぽい感じ。柔らかいですね。胴体部分、ムキムキですね。こう、ちょっとこう、筋も入ってて。かっこいいですよね。で、背中は青カラーになってて、綺麗な青。で、この真ん中にレバーがあって、このレバーを押すと、頭が上下に動くようになってて、レオニーと全く同じ動きですね。体、短い毛が生えたような造形にね。なってますね。そう、こっちから見るとね、ネジ穴があるんだよな。このカバーがね、してほしいんだけど、うん、こっちから見るのとこっちから見るのじゃあ、やっぱ、うん、全然違うよね。穴がね、目立つよね、これ。ライオス、攻撃、防御、しかも素早さもあって、うん、相当速く走れるようなんですが、前足は、後ろ足よりもちょっとこう、ほっそりとした足ですよね。で、この後ろの方に毛が生えたまあ、そんなね、造形になってて、これ後ろ足の方はそんな感じではないよね。このふわっとしたのは、生えてませんね。ただ、こう、がっちりとした、ね、足になってて、かっこいい。後ろ足はね、この下の方は青くなってないんだけど、前足はね、青くなってんですよ。だからこの前足だけ青いっていうのが、いや、なんかかっこよくないですか、これ。うん、なんかゾイドでも、前足だけが光るっていうのがあったんだけど、それに似てる気がする。走ってる時ね、この前足がこう、ピカーッとこう、青く光ってるような感じに演出されそうな気がする。はい。で、反対側の足はね、こんな感じとなってますね。で、はい。まあ、こんな感じね。カチカチ言いながら、足前後に動くようになってますね。すげえ、めっちゃいい音する。はい。で、下はこんな感じ。お腹のとこね、ちょっと膨らんでますね。頭はこんな感じで、ふさふさのたてがみ。かっこいいね。こう、青色の稲妻が走ってるような、この柄が素敵じゃないですか。単品フィギュアライオスの頭と見比べるとこんな感じですね。もう表情とかはもう全く一緒じゃないこれ。はい、まあ、当然こう柄もね、同じようなこうラインのこう柄が入ってますね。たてがみのこの波打ったようなこの毛。いやー、いいよね。王者の貫禄がめちゃめちゃあるね。で、この上のところには耳が、はい、これ耳ね。耳があって、で、顔。眉間にシワがやってて。怒ってる。顔怖え。で、今ね、口開けた状態ですね。で、口の中にはこう牙があってね。あと舌もあるんだけど、これはピンク色になってますね。で、口を閉じると、まあ、こんな感じですね。うん。やっぱ全然表情変わりますよね。開けると、こんな感じ。めちゃめちゃ怒ってるわ。で、この目の下の、このラインね、青いラインがね、かっこよくないですか、これ。新しい伝説のガーディアン編に登場するキャラクターね、新キャラクターは、まあ、柄がちょっと今までのキャラで比べるとちょっと控えめな気がして、まあ、このライオス、もう割と激しいよね。で、一番激しかったのは、シャラックね。これ、ドラ柄だもんね、すごかったね。氷河戦士のキャラクターはね、歌舞伎っぽいね、こう柄が入ってて、かっこよかったんだけど、今回のこのライオスもちょっとこう歌舞伎のような、この目の下にね、ラインが入ってるから、ちょっと歌舞伎っぽい感じの柄になってますね。箱後ろにライオンのライバルはライオンだけと、書いてはいたんだけど、ってなるとレオニーかなとはなるんだけど、3話を見ると、ちょっとね、違う線が出てくるんですよね。だから、最終ライオスを倒すのは、誰なんだろう。この予想、まあ、簡単そうで難しいかなと。まあ、順当にいけば、まあ、なんだかんだ言って、ルッタじゃないとかね、いろいろこう思えちゃう部分はあるんだけど、他の線でいくとダークフレームとアイアンブレイズがこう一緒になってこう立ち向かうとかね。まあ、そういったのも考えられると思うけど、いやー、わかんないこれ。最後、ライオスを倒して真のチャンピオンになるのは誰なのかね。いや、また皆さんよかったらぜひコメントに書いてください。はい、ということで今日はですね、ビッグアニアライオンのライオスを、レビューしました。よかったらぜひね、参考にしてください。チャンネル登録がまだの方は登録、よろしければ高評価の方もお願いします。では次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。